先日からね、茨城とね、ファームパルクさんか、そこに行った時のね、動画っていうのをあの何個かアップしたんですけどね、今日はね、ファームパルクさんでこうあれなんですよ、お預かりしたというかね、ちょっとあの里子に出していただいた多肉をね紹介していきたいと思います。本当はですね、あれなんですよね、四国造園さんで、ファームパルクさんもね、パルクさんも参加して、販売のね、イベントから、あるはずやったんやけど、まあ、コロナでね、まん延防止ですか、それがこう続いてるんで、ちょっとそれが中止になったもんですからね。ですので、まあ、ハウスにお邪魔した、まあ、そういったところもあるんやけどね。で、そこで、まあ、自分の方がね、九州で屋外で、こう育ててるんで、ハウスでもないね。そこで、まあ、育てたらね、どんな感じの成長になるかな、ちゅうのことでね、四つばかし、預かってまいりました。しっかり育てないといけんけどね。まずね、動画でも、他の動画でも言ったけど、パルクさんって言ったら、やっぱこう、桃太郎のね、やっぱ後輩かなと。いっぱい作られてるんで、ね、なんかやっぱそれが一番特徴があるかなって気がするんですよね。で、こちらが桃太郎とシムランス、ラグナーサンチェスやな。今のところこういう感じやな。こう、あれですね、爪のとこだけがほのかにこう赤いでしょ。ね、こういうほのかに赤くこうなってる。で、まあこうシムランスのね、この、なんていうかな、淡い色合い。まあここら辺がね、後々どうなっていくのかなと。やっぱりね、爪をこうはっきり出していきたいんですけどね、爪好きですからね、はい、これがこういう感じで、これがね、あれですね、何やったっけ、これがラインストーンって言ったか、うん、なんかいろいろあるらしいですね、なんか5色ぐらい色があるって言ったかな、うん、で、交配種にはこのマークね、原種とか、普及種か、それではなんかついてないっていうね、そういうお話でしたけどね。まずこちらのね、桃太郎とシムランスラグナーサンチェス、こんな感じです。で、置いとくか。次はね、次はこれいきますかね。自分が完全にこう好きなタイプやな、ソーフレンとバショゴーサ。バショゴーサは多分あれよね、ビーハウスさんかな、間違いないかな、バションとザラゴーサの後輩かな、それに、ソーフレンやね、うん、ソーフレン自体が好きですからね。これなかなかいいですよ、この爪がね。すでにこういい感じ。これしっかり成長させてね。これが、どうやろうか、最も好みかな。今回持って帰ったこう4つの苗ではですね。はい。こういうやつですね。ソーフレン場所豪さ。んで、次が、うん、これやな。ヒアリナ。アウアルルことコロラータ。これがね、こうなんかすごいでしょ、こうグラデーションというか、こう赤と緑の、わかりますかね、こうグラデーション具合がいいなっていうね、これがね。これがどうなっていくんやろかな、こういうふうにね、爪ちく、刃先にして、こう行くに従ってね、こう赤くこうなってますけどね。これどういう感じになるかな、なんかまた楽しみですね、こちらがね。はい、こういうやつ。それと、これはね、最後に、これはね、バリューションとローズガーネットやね、うん、こちらバリューションもあれかな、ビーハウスさんの子が入っちゃったかな、ちょっとね、すぐ初老なんで、すごく記憶がね曖昧になるんですけどね、だったような気がします。これもまたね、あれやな、こう赤いのが好きやけどね、もともとは自分の好みかなって気がします。ここら辺はちょっとこう面白そうだなと思ってね、あれしたんですけど、この2つはやっぱ好みかなって感じだよね。ここら辺っていうのはこう育ててみたいなっていう感じだったんやけどね、こういうやつですね。はい、やっぱ赤くてね、爪の鋭いやつにこうやっぱ自分はこう惹かれてしまうね、そういったところがありますけどね。はい、こちらのね、4つになりますね。それとですね、ちょっとね、縁があってね、お来さん苗もね、2つね、ちょっとお迎えすることができたんですよ。ちょっとまあ縁があってね、1つがね、これずっと欲しくてなかなかね、縁遠かったこう夕波、これね、好きなんです。自分がね、まあ、こうちょっと待ってね、本があるからちょっと解説っていうか、少し読んでね、見てみますけどね。
あれやな、そうそう、うん、大きく揺らめく葉が特徴でオレンジかかった、そうそう、オレンジが好きなんですよ自分がね、もう最近オレンジ、それとこのうねりね、葉のこううねり、わかりますよ、葉のうねりがね、こういうやつ、こういったのがいいよな、うん、大株にね育てるのもまあそう難しくないと、美しく染めるには締めて作るってね、うん、締めて作る、自分大体ね、締めて作る水が厳しめなんでね、なんとかねこれをね、いい時期にはねこうオレンジ色にねこう染めてみたいなと、この葉のうねりはいいな、こうなんかあれやね、マジックサバナとかとこう通じるところがあるかな、うん、なんかそういう気がしますけどね、はい、これが夕波、欲しかったけどなかなかね縁がなかったってやつよね、はい、これですね。それとね、こっちが青札なんやけど、あれですね、クリスマスキャロルとザワワやな、うん、クリスマスキャロル自体がね、これがまたね自分は縁がなくて持ってないからね、ザワワは、特徴はよくわかる、この爪のね、この鋭さとあれなん でそのクリスマスキャロルっていうのが、後輩においても、爪や葉の質感などうまく遺伝させることができるってなってるから、これして真っ赤になりますからね、うん、真っ赤な葉にこの鋭い爪、うん、自分がね、好きなタイプのやつに成長とともにね近づいていくんじゃねえかなという気がするよね。こうなんかこう爪が内向きに向いてたりね、うん、キュッとこういってるこうザワワのねこういう爪の感じ、こういったのがこういいなと思うんですけどね、はい、こういうやつをね、お迎えしました。まあ後ろのねパルクさん苗はねあれですからね、そういうこう里子苗なんでね、しっかりこう成長の経過をね、きっちりこうね、後々またレポートしたいなとか思ってますけどね、はい、それとまあこう大来さんがね、こちらの方もしっかりね、育てていきたいと思います、ね、楽しみだねこれもね、うん、まあ定期的にね、まあ2ヶ月に1回とかそういったことできればいいかなと思うんですけどね、あんまりこう変化がなければね、レポートしてもちょっと意味がないんでね、ちょっと変化等を見ながらね、この後またね動画に上げていければなというふうに考えてます。はい、ということでね、今回こう茨城に行ったね、そのまあ仮結果ではちょっとないんやけどね、そういう感じで、お迎えした多肉のこう紹介でした。はい、あとあとまたね、先ほど何度も言ってますけど、続きをねレポートできればというふうに考えてます。はい、ということで、今日の動画は終わります。チャンネル登録とかね高評価していただけると、すごくありがたいんで、お願いしたいと思います。それではまたね、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。